はい皆さんこんにちは村長です今日はですねヤマハのねシンクルームのことについてちょっとお話ししたいと思いますシンクルームは今まではネットデュエットベータと呼ばれて10年ぐらいやってきたんですけれども今回6月の29日にシンクルームという名前でね正式リリースされたインターネット上で高速な音声通信ができるソフトウェアです いわゆるネットスタジオみたいでバンドメンバーと一緒にですね練習をしたりそして今回はネットの速度がそこそこあればですね0.03秒のタイムラグでセッションができるというそういうような形になりましたそしてネットデュエットから進化した点はリバーブがかけれる録音ができる メトロノーム機能が使えるこの3点が大きく変わったところですそして、まあ、これはですね誰がやってもインストールさえあればまあまあそんなに難しくなくできますのでそこらはマニュアルとかを見ていただいてやっていただければいいんですけれども DAW をうまく使えばネットでレコーディングというのができるわけですね このネットレコーディングについて DAW を使って皆さんに解説をしたいと思います今僕は「のスタジオワ 1>, 1を使っているわけですけれども基本的には同じことだと思いますのでキューベースの方もおられるでしょうし他の DAW でも 基本は同じことですのでそこらを確認しながら見ていてくださいまず1トラック目と2トラック目は音源を流すために作ってあるわけなんですけれどもまず何をするか画面の右端の方でステレオアウトのトラックが見えるようにしましたエフェクトの中にヤマハのですねこのシンクルームというのがありますのでそれをマスターチャンネルに挿入します しばらくすると、こうやってですね、シンクルームが立ち上がるんですね。そして、シンクルームは普通のモードじゃなくって、今、赤いボタンが出てきましたように、VST モードで動くようになっています。このプラグインを入れたら、次はですね、インストゥルメントの中にですね、ヤマハの、またこのネットデュエット用のプラグインがあります。 それをずっと引っ張ってきてですね、ここに入れるわけなんですけれども、入れてみますね。はい。このようにインストゥルメントトラックができました。これは何のためのものかというと、音をパラアウトするための道具になっておりまして、ここで展開をすると、キューベスではまたちょっと違うやり方で、 いわゆるパラアウトを出すんですけれども、1チャンネル目、これはですね、モニターアウトなんです。これはちょっと切っておきます。そして、2チャンネル目からですね、1、2、3、4つがですね、4人のパラアウトされたですね、各音が同時にですね、操れます。そして、最後のトラックは、シンクルームが最終出力として、 アウトプットする音がここに入ってきます。こんな感じになっているんですけれども、まだこれでは終わりではありません。これは MIDI の機能は何も使わないんですが、いわゆるこのパラアウトをするためのものです。ですから、ここでトラックをですね、作ります。トラックはオーディオトラックで、数は4チャンネル分ということで、4チャンネル作ります。そして、 これはステレオということでしておきます入力は入れ替えるんですがそれは後で個別にやっていきます OK を押すと4チャンネル分ができたんですね色が分かりやすいように4つをはっきり変えておきますねそしてこれでもまだダメなんですね一つ一つの入力をですねインストゥルメントの ここでチャンネルの1個目メンバーアウトですねそして、えー、これ2つ目メンバーアウト2メンバーアウト3そして、えー、メンバーアウト 4を最後のところに設定しますもし全体の音も取っておきたいのであればもう一つオーディオのトラックを追加してですねマスターチャンネルを取っておきます。 分かりやすいようにちゃんと書いておきましょう。メンバー、メンバー1、メンバー2、メンバー3、メンバー4。自分の音声も入れないといけないですので、ここにですね、 もう一つ自分の音声を追加しておきます特殊なほどの色に変えておきましょう黄色はいこれは自分ですえー、こんな感じにトラックは鳴りました トラックの幅を狭めておきましょう全体が見えるようにですねはいこんな感じに作ってこそ録音ができますまあ今部屋名は村長 DAW としますそしてルームを作りますはいルームを作りましたここに 自分の声が入ってこないといけないわけですけれども、どうやったら自分の声が入るかと言いますと、チャンネル2から入ってくるようにしておりますので、2をするとですね、そしてここで、このモニターボタンを押すとですね、こういう形で入力ができるようになるわけですね。 このインプットのところが動いていますこれでもう一度ちょっとルームを作りますこれでデータが入ってきてこの四つのところに入るようになります今ヤマハのテストルームにちょっとつないでみましょうここのルーム一覧というところを押すとですね ヤマハにに接続されるようになります皆さんもいっぱいですね公開ルーム「音出しテスト」とかですね、えー、こういうふうなことで公開して友達を募集したりもしていますが今はテストルームに入ります。このルームでは そちらから入力された音声が3秒後に戻ってきますので、正しく通信できているかを確認することができます。マイクテスト、ただいまマイクのテスト中。マイクテスト、ただいまマイクのテスト中。こんな感じです。シンクルームのテストルームへようこそ。このルームでは、そちらから入力された音声が3秒後に戻ってきますので、 正しく通信できているかを確認することができます。たくさんの人がテストをしています。たくさんの人がテストをしています。退出します。退出します。こんな感じでテストができるんですね。えー、今テストはオッケーでしたので、また。 この続きはですね、他の人とやってみたいと思います。こうやってですね、少しややこしい DAW でのシンクルーム。もう一度おさらいをしたいと思います。マスターチャンネルに VST プラグインのエフェクトとしてシンクルームがありますので、それを入れます。そして MIDI のトラック、もしくはインストゥルメントトラックとして、 トラックを一つ作ります。これはパラアウトをするための道具ですえ。パラアウトを設定しましたら、この今画面にありますように、全部で6チャンネルのパラアウトが返ってきます。このパラアウトなんですけれども、一つ目はモニターアウト。これはチェックをつけない方がいいと思います。そして一人目のメンバー、二人目のメンバー、 三人目のメンバー、四人目のメンバーという風になっておりますので、そして最後のチャンネルがマスターの音という風になっております。自分のチャンネルを一つ作らないといけません。この自分のチャンネルを作って、自分のマイクのインプットを設定して、モニター出力、これですね。 をチェックを入れるとシンクルームに自分の声が流れるようになります。プラス4人のメンバーのレコーディングができるようになる。そういう仕組みになっています。また分かりにくいことは SNS を通じて質問したりしてみてください。村長でした。